ちょっと急遽カメラ回しんですが、山本海苔店の広報綿引さんとこちら日本橋三越本店に来ております。期間限定の人気かき氷店4代目徳次郎が出店しているということで、スペシャルゲストをお呼びしています。山本海苔店6代目徳次郎会長です。パチパチ徳次郎です。よろしくお願いします。早速なのですが、はい、6代目徳次郎会長が、はいはい、4代目徳次郎のかき氷を食べる、はい、ということで、ええ、これは世紀の瞬間、はいはい、徳次郎 VS 徳次郎かき氷 VS のりということで、どんな化学反応が起きるかということで、はい、その一部始終を撮影していきたいと思います。一部始終ね、はいはい、それではかき氷いきましょう、はい、お願いします。徳次郎さんなのかな、徳次郎さんじゃないの、調べたの後で説明しますね。はい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 あ、マジっすか。それはマジっすか。それはでも大丈夫ですよ。もみのり梅を持ってきたので。じゃあね、じゃあとちおとめでいきます。ごちそうしてあげるよ。ありがとう。あ、本当ですか。じゃあ一旦食べようよ。ありがとうございます。じゃあブルーベリーで。はい。まず店名が4代目徳次郎っていう名前なんですけど、はい、栃木県日光市に天然氷を作る氷の蔵元の名前でして、はい、決してふざけてつけた徳次郎っていうのは氷の蔵元で、はい、そうです。初代が徳次郎さんっていう名前だったらしいんですよ。で面白いことに、山本さん、山本徳次郎さん、はい、だったみたいで、現在4代目の方は違う名前なんですけど、山本雄一郎さん、そして今息子さん仁一郎さんとお呼びするんですかねが、継承して経営しているということらしいんですよ。で3代目の時にその時代の流れとともに、天然氷というのが非常に作るのが難しくて廃業する予定だったんですが、レジャー施設などを経営している今のこの山本雄一郎さんが、日光の伝統を途切れさせてはいけないということで、毎日その蔵元に通って、管理が難しい天然氷の製造を伝授してもらった。で、全国的に見てもその天然氷作るのは珍しくて数軒しかないらしくて、その一つ、じっくりゆっくり凍らせたためすごいふわふわのかき氷らしい。サッカー元日本代表の中田さんも非常に興味があるらしくて、実際に足を運ばれて取材したっていう、らしいです。では、はい、実食。いやね、本当にね、これね、本当にね、ツンツン来ないのよ、これ。ふわふわだから。ふわふわですか、やっぱり。うん、こうなんか口の中に入れると、ふわふわってこう溶ける。山本の海苔みたいな。山本の海苔みたいな。味も濃ゆいかもしれない。これすごい量が多そうに見えますけど、全部いけそうですか？いけるんじゃない？いけるんじゃない？十分。結構な量をこぼしてらっしゃいますけど、大丈夫でしょうか？こぼれちゃうんだもん。あ、どうぞお召し上がりください。山本。山本徳次郎だからね。海苔っぽいですね。こちらの方がビジュアル的に。確かに。海苔をかけて味変しよう。ぜひぜひ。ですね。梅になるんですけど。僕は梅が食いたかったからね。もともと。いちごに梅とか大丈夫ですか？わかんない。これ日本橋で限定で売ってるやつですよね。そうですね。そうですね。ありがとうございます。これ何？ブルーベリーか。ブルーベリーです。こうさ、シンプルなイチゴだと思ったらさ、意外となんかもうなんか甘いシロップがかかってる。結構かけましたね。いやだってこれだったらさ、宇治金時かなんかが良かったかもな。そうですね。実はもう一個食っちゃう。ちょっと用と和でこの暴れちゃうかもしれないですけど、さあ世紀の瞬間です。まあ今首かしげました。まあ今首かしげました。まあいけないことはない。これだただの氷でこれをかけた方が良かった。ああなるほど。じゃあそのプレーンなやつに白い部分でお味わいください。白い部分がなくなっちゃった。いわゆるかき氷のさイメージを全然覆すような。そうなんですね。はい食べます。メロン。なるほどなるほど。一番ねぶち込んできたわけですね。溶けるでしょこれ。全然キーンとこないし。確かに。なんかそう天然だと天然だとキーンとこないって噂があるんですよね。しかも普通かき氷でガリガリしてるやんどっちかっていうと。本当にこんな細かく削ったのかなって思うぐらいすごいですね。本当に粒を感じないですね。なんかもうでしょ、はい、でしょなんて俺が宣伝しても徳次郎なだけにで夏ぐらいまで持つらしいですね。はいなんか食べてみた感想。いやもうねさすがに老舗4代目だけあって本当にかき氷の概念を変えるようなふわふわの美味しい美味しいかき氷でございました。シンプルな味なら海苔とも合うかもしれない。ぜひやってみたらどうでしょう。ありがとうございました。最後に徳次郎会長から高弘社長にメッセージをいただきたいと思いまして日本橋弁松荘本店の樋口社長がですね企画した屋形船とかその他のお誘いをいっぱいしてるんですけどことごとく無視し続けていましてその高弘社長にちょっと、会長から一言何かいただければと思います。いやだからやっぱりねそら日本橋で生きてるわけだから日本橋の皆さん方とは仲良く付き合っていかないといけないわけですけど、まあ、まだ社長なりたてなんで。本業をビシビシやってる時期だけれどもでもそれも大事だけれども町のことも大事だっていうのを思うので樋口さんが嫌いなんじゃないの外面はいい方だと思うんだけどね。長に関してもえあ区長はですね盆踊りの時来てすごいうるさくてもらえなかった。うるさかった。挨拶がうるさかった。ああちょっとね長いよね挨拶が。もうちょっと簡略にした方がいいんじゃないかな。その区長になってすぐコロナになっちゃって町のいろんなイベントに日本橋は参加できなかったから今年の5月以降ね参加できるんで嬉しくてしょうがないんできっとね話も長くなるしじゃないの許してやってください。わかりました。おじさんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。あいえとんでもないです。とんでもないです。すいません。